んです。お願いします。1週間前にな、彼女できてんけど。あ、おめでとう。ありがとう。ほんでな、彼女できてな、よかったなって思うことっていっぱいあるな。あー、自慢？いや、自慢ちゃうよ。絶対自慢やんか。まあ、全然自慢してもらってええねんで。ほなもう今日はね、彼女ができてよかったなって思うことあったら、まあその彼女ができたことは僕にちょっと自慢交えて教えてや。なんでそんな言い方するの？まあまあええからええから教えてや。じゃあ久々の彼女やからさ、もう精神的に安心したな。安心はせえへんよね。だから付き合うってことはその彼女が浮気するかも分かれんやんか。それから安心はできんよね。いや、浮気なんかせえへんよ。なんでそんなこと言えんの？いや、もうお互い好きやから。いやいやいや、もともとは他人やったわけやんか。他人を好きになってるってことやろ。そうやって君よりいい他人が現れたらその人のこと好きになってまうかも分かれんやんか。それ可能性はゼロではないよね。でもそれでも安心するって言うんやったら、もうその子や冷めてんちゃうかな。いや、どんな考え方やねん。あんま気にせんといて。はい、次次。じゃあ彼女の知り合いと友達になれるわ。うん、地元に友達がおんねんが、彼女の知り合いと友達並んでええやん。いや、彼女の友達も大事にせなあかんねん。ああ、じゃあほなここで質問です。小中高と毎日のように遊び、自分の辛いこと、悲しいこと、楽しいこと、全てを共有してきた地元の友達と、20を超えてから出会い、まだ付き合って1週間しか経ってない彼女の友達、どっちの方を大事にせなあかんと思う？地元の友達。いや、比べられへんよ。何と何比べてない。どっちも大事にせなあかんねん。いや、あんまピンとけえねん。他や、他。あ、じゃあ料理とか作ってくれるわ。いや、おかんが作るやん。料理はおかんが作るやんか。いや、でも彼女の方が美味しいねんて。おかんの方が絶対うまいやん。ちっちゃい頃が食べてきた味やねんから。で、今のじゃな、おふくろの味が食べたいって離婚する思うぐらい、絶対おかんの方がうまいやん。いや、でも彼女の方が愛情こもってるから。おかんの方が絶対愛情こもってるやん。彼女の方がこもってるって。ほな、何回作ってもらったん？また1週間やから、1回1週間で1回。おかんは20年間毎日作ってくれたんちゃう？ほな、ここで質問です。1週間に1回しか作らん彼女と、20年間毎日作ってくれたおかん、どっちの方が愛情こもってると思う？おかんやな。これはおかんやな。ほら、じゃあ他には。もうええわ。もう君が言うてんのはな、彼女いいとこじゃなくて悪いとこやと思うねんな。それだ、僕自身が彼女いいとこ探すから、君の彼女僕にちょうだい。絶対やるか。どうも、ありがとうございました。